はい。皆さん、こんにちは、記田と申します。本日はラストマン第4話の解説考察をしていければと思います。ちょっと更新が遅くなってしまって申し訳ございませんでしたけれども、本日もお話ししていければと思います。格論と騒論と感想に分けておりますけれども、格論というのは今回起きた事件に関する話でございます。騒論に関しては、全体を通して、えー、描かれていく謎解きである41年前の えー、謎であるとか、もしくは、えー、南さんが失明になった経緯であるとか、そういった隠されているものに関して、えー、お話というか、えー、考察していければと考えております。まあ、今回に関してはですね、その総論の部分、全体の考察の部分は非常に短かったので、格論の部分の方が、まあ、メインの話となりますね。まず今回は、えー、痴漢のえ冤罪に関する話でございました。 このラストマンというドラマはですね、まあ、事前に TBS 側から発表されている内容として、今現代における、ま、自治、自治的なその事件であるとか、社会問題であるとか、そういったものというのをですね、えー、入れ込んで、えー、ある種視聴者も、あの、一言として単純に楽しむのではなくて、いろいろと考えさせられる、等身大の、え、ドラマになっているというところがですね、一つ魅力でもあり、まあ、いろいろと議論を読んでいるところでもございます。 で、今回はその中で痴漢冤罪ということで、あの、まあ、痴漢というですね、まあ、性犯罪の中の一つでありますけれども、というものに関して非常にこう、実際その被害に遭われて苦しんでいる方ももしかしたら視聴者の皆様の中に、えー、いらっしゃるかもしれません。で、それというのは私自身はですね、あの、したこともされたこともないですし、見たこともない、あの、その、ほら、たまにこう、 SNS とか YouTube であのほら痴漢が追われている映像とかね、出ていたりとか、捕まっている映像とか、冤罪含めて出ている部分ありますけれども、えっと、ちょっと経験ではないです。一方であの、怖いのがですね、自分の被害に遭うっていう、男性でも、ね、被害に遭うとは聞きますけれども、とこ以上に、やっぱり男性である以上あの冤罪というところが非常に怖いというふうに思っている部分っていうのがあります。 ですので、あの、私も時たま、こう、満員電車乗りますので、満員電車乗った時は、それこそ、ここ、誤解なきように、両手はちゃんとこう、上に上げて、荷物を持ってたらちゃんとここに、リュックだとね、邪魔になるから、ここにかけて、 え、前にリュック背負って、両手は上に上げるみたいな形であるとか、そういった自分なりの防衛策っていうのは、え、取るような形してますけれども、ま、痴漢冤罪というのは、本当に冤罪なのかっていうところを含めてですね、あの、本当はね、本当はやってんのに冤罪、冤罪として仕立てようみたいな感じの事例とかっていうのもね、聞きますので、あの、この辺なかなか難しい問題ですよ。 で、しかも、あの、冤罪の中にもいろいろな形っていうものが、まあ、もっとお口じ方で多くいらっしゃると思いますけど、まあ、あるわけでございまして、あの、横で痴漢行為が行われていて、その横にたまたま立っていって、犯人に間違えられるっていう痴漢冤罪もあります。一方でもっと厄介なのが、あの、痴漢していない、誰も痴漢をしていないのに、その、痴漢される側がでっち上げるっていう、 全部悪質なんだけどもそういうケースっていうのもですね時たまありますので、ね、えあのだから本当に火が現れてる方からしたらそういったその何て言うのでっち上げとかっていうのは。 よりこう、なんつうの、女性が疑われる、被害者が疑われるっていう形なんで、もやってられるかって形だと思うんですけれども、まあなんか多様化してきちゃっているなっていうのが、えー、最近のこの痴漢冤罪ですので、それをこう描いていく、そして痴漢被害者の会であるとかの話を、えー、していく、そしてその家族の話にまで広げていくってところはですね、また今回その社会問題を描くというところで絶妙だったなというふうに思いました。 でえっ、ー、と知らぬ幸せという形であの今回すげえ結末でありましたけどもあの犯人は私今回なんとなくねあの痴漢冤罪被害者の会の女性かなーっての予想ついたんですけれども知らぬ幸せという形でその主犯今回のあの奥様っていうのは奥さんは本当に旦那さんが痴漢の冤罪被害に遭って命を絶ったって思って今回。 痴漢を本当にしている人たちを割り当てて割り出して順番に殺していくという形を行っていました。しかし実際は痴漢冤罪で苦しんで亡くなったと思われた旦那さんは、旦那さんももともと本当は痴漢をやっていたと。で、まあ、冤,冤罪じゃないのだから、冤罪じゃないの。痴漢をやって普通に捕まっていたの。だけれども、まあまあ、それで苦しんだというか、まあ、どうにもなんとなかなっちゃったんでしょう。それでまあ、えー、命を絶ったという形であるというのが分かったので、 奥さんからすると、旦那さんに対して復讐を、旦那さんが報いるために復讐をしたという形なんだけれども、旦那さんもその復讐した相手とグルだったって形で、まあ、いや、奥さんかわいそうだけれども、いやー、いやって感じですよね。で、これあと何事もそうですけれども、あのー、どんなことを、どんな被害にあっても、被害者は法を破る、鉄椎を、 ねえ相手に下したらそれはそれで刑法の違反になってしまうわけでございますのでまあ被害に遭ったら苦しむっていうのが被害者共通ですけれどもまあんでもそこでやっぱりこうね一線越えてしまうっていうことは怖いですし一線越えてしまっていたからこそ冷静にえ一線越える判断をしちゃったからこそ冷静に物事を見れなくなって最後の方狂っちゃっていたのかなっていうふうにも思うところでなんか見ていて苦しい部分でのがありましたけれどもね。まあよく、あのー 時間延在減らないって言いますからね。また、あのー、コロナ一応5類になって人の動きっていうのもこう活性化している中で増えているとも聞きますので、ね、何かしら抜本的な解決がね、あればいいんですけども、いやーって感じでございますよね。 で、あのー、今回、面白いなっていうふうに思ったのが、あの、木を見て森を水サスペンスという形で、まあ、話としてはそのもうここまで書いてきている通り、地漢冤剤の話であったわけでございますけれども、最初はその、ほらなんか、 国家権力に盾ついている人たちが順番に成敗されていて、裏になんかその強烈な闇組織でもいるのかとか、国家権力の何かが殺しているのかみたいな、すごい壮大なサスペンス感っていうのを匂わせていたってところは面白かったなというふうに思いますで。よくも悪くもなんかそういうふうにさ、こう、あの、我々視聴者がドラマの中で見せられると、 冷めちゃう人もいると思うんですけどうわ、また来たよ、このよくわかんねえ国家権力っていう闇か、みたいな感じで、私なんかも若干そう思っちゃったんですよね。あの、国家権力って言われてもなんかもう強大すぎて意味わかんないからさ、実際あるかどなんかもうわかんねえし。だからなんか、そういう感じで来ちゃうのか、来ちゃうのかと思うと同時に、まあ、このドラマの脚本家は、ま、黒岩つとむさんというですね、まあ、直近だとマイファミリーとか、東京 MER の脚本家でございますので、外すことはねえだろうと思っているので、 こう巨大な国家権力を黒岩さんがどう料理するのかっていうふうにですね、期待も、えー、持ちながら見ていったらですね、どういう国家権力なんだと思ったら、あ、痴漢なんだっていうふうな形で、別にその国家権力の方が、ね、重要とは言わないですけれども、国家権力っていうと何、なんていうの、関わる人数が膨大になりそうじゃないですか。まあ、だけども、痴漢っていうのはその、まあ、被害者がいて、それに対して犯人がいるっていう、いうその規模感で言うと、 小さいものではあるので、その意味では、木を見て森を見ずのサスペンスという形で、国家権力に見せかけて、痴漢演罪の話であった。というか、痴漢の話であったという形なので、この辺も非常に今回も、なるほど、そういうことなのかっていうところは面白かったですね。 だとやっぱあの、相変わらず南さんが目を見えない、見れないってところがうまく伏線になっていて面白かったと思います。私も今回あの、犯人はその痴漢、あの、実際の真犯人である女性かなと思ったんですけれども、まな、あ、さんが注目したところは、クリックが2回だけで、その、 脅迫メールが来たっていうメールをプリントアウトしていたというところに着目していて、いや、そこ気づかなかったなと思いまして。だから、なんか一回それこそ、なんか目をつぶってドラマを見たりするとなんか細かい複製に気づいたりするのかなとか、それこそその、こっから話す総論の方の話にこの当たるところで、例えば、なんかその、実はもう今の、今までの第1話から第4話までで、 音で伏線がもしかしたら散りばめられているのかなとか思ったりもするので、ちょっとなかなか時間がないので、耳を澄まして見るっていうの時間もちょっと取れないかもなんですけども、ちょっと音伏線を検証してきて、検証してもいい時期に差し掛かってきたかなというふうに思ったりもしております。はい。で、ソロの方、えっ、ー、と、まあ、今日は本当に軽くではありますけれども、少し見ていければと思います。 まずですね、えー、これはまあ、総論というか、伏線回収がされたって形ですけれども、アガズマさんは昔、えー、陸上選手をしていて、で、陸上のその、まあ、露出が高い服装なんですかね。ちょっと私はあんまり陸上詳しくないんであれなんですけども、をまあ、着ていて、それをこう、性的な目で見られていた。まあ、最後のあれか、あのー、盗撮してるようなところみたいな感じで、えー、写真を撮られたりとかして、そこからストーカー行為に繋がっていた。まあ、性犯罪の被害者であるという形でございまして、 で、で、まあ、それゆえにいろいろと、えー、悩みを抱えていて、そこでたまたま、えー、テレビでなのかな、えー、目にした FBI の南まあ目が見えないけれども、えー、その中でハンディを抱えながら、えー、仕事をして活躍しているって南を見て、えー、それにこう勇気づけられて、えー、展示で手紙を書いていたというような事実がわかりました。で、南はここまで、えー、気づいてんのかどうなのかっていうところね、この二人ですけれども、 ところどうなのかなと思っていたんですけれども、まあ、南さすがに優秀でございますので、まあ、それらは全て分かっていて、ここまでアガツマさんと接してきていたということが分かりました。まあ、今回の事件をもっ で改めてこの2人の絆というのは強固になったと思いますので今後南のが探っている41年前の真相であるとか南さん自身の目が見えなくなったことに対する真相であるとか何かそういったところに赤妻さんがうまく協力してくるんじゃないかなと思いますので、まあ、慎太郎とのバディ感でありながら吾妻さんがうまくサポートしていくっていう構図が、えー、しっかりと説得力を持ったものに今回昇華していたなというふうに思いました。 で、えっ、ー、と、前回、今回とですね、あの、五道強吾がちょっと怪しさが満点なんですよね、五道競吾でございますけれども。なんですけれども、あの、わかりやすすぎるでしょうもう、そのほら、この人何か知ってるなっていうのがわかりやすく出すぎていますので、これで例えばですよ、五道競吾が41年前の事件の主犯であるとか、実際は犯人であるとか、そういったような話ではないと思います。 今現代において、まあ、その41年前の謎謎って言っちゃえばいいのかな、まあ、そのパンドラの箱を開けられないようにまあ南をこう監視するように泉に言ったりとかってしてますけれども実際恐怖はしようとしていることはそのパンドラの箱を開けないっていうことと合わせておそらく私の考えでは一回サムネイルにもしましたけれども政治の方がもともと警察庁長官なので何かそのパンドラの箱に多分 関わっているんですよ。これ別にその犯人がどうかとかじゃなくて、も何かしらに知っている、真相を知っているんですよ。だからこの二人は一連択肢で全てのことを知っていて、で、一応第一線を政治はもう知りているから、だから今、強悟がそれの担当として、政治の分も背負って動いている。というのが一応これが私の感、現時点での考えでございます。それはもちろんこの慎太郎の主要が無期懲役衆として今服役しているわけですけれども、もちろん多分、 えん罪じゃないかもですけど罪をかぶったりとかしている形はあると思いますので、まあ、その辺南さんがその真相の蓋を開けてしまいそうなので、えー、泉にですねそこの監視を今任せているという形なのかなというふうに思います。で泉なんですけれどもちょっとね板挟み感があの強くなってきているなと思っておりまして泉っていうのはその100%じゃないですけども結構我々視聴者の 代わりの目というか我々視聴者と一緒に多分今後真相を知っていくんですよ。言うならば今言った41年前の真相であるとか五道教皇が何を守ろうとしているのかであるとか何を防ごうとしているのかであるとかっていうのは泉は何も知らないわけでございます。泉がそれを知った時に五道家の人間としてどう動くかっていうところこれドラマの見どころの一つと多分なってくると思うんですけれどもその辺も非常にまあ気になるところだなというふうに思います。 なんで今この二人のバディ感が強くなってきておりますけれどもそこに泉も今後感化されていく南に感化されていくっていう形である種この二人が守ろうとしているパンドラの箱を開けるのに、開けるのにもしかしたら関わってくる可能性っていうのもゼロではないかなというふうに思います。 また、あがつまさんのことが好きっていうところが、これね、まあドラマとしてラブストーリーではないので、どうなるかわかりませんけど、私個人としては好きっていうのをこういっぱい言ってですね、結果的に結ばれないぐらいの方が <laughs> いいのかなと思います。まあ今回あがつまさん刺されちゃって心配しているっていうちょっといい感じのドラマもありましたけれども、あの、ここは振られるぐらいで私はいいのかなというふうに思ったりもしております。 はい、でえっ、ー、と南は真実を知ってどうしたいのかなっていうところそれをあの見た上で私ちょっと思い始めましたまあこの慎太郎の実の父の真相なんかを皆、まあ、南が今後知っていくことになりますそしたらシ慎太郎も知っていくことになりますそこには結構強大なあの影響力を、えー、及ぼすである真実パンドラの箱が開くとそうなってしまうと思うんですけれども南さんがそれを知ったところで何をしたいんでしょうね っていうふうになった時に多分やっぱり南さんが目が見えなくなった火事の一件つまりところ自分もその意見あの事件の真相が分かることで自分自身のそのアイデンティティに関わる何か影響を及ぼす何かに紐づいてくるんじゃないかっていうのがこれが私の現時点での予想でございますですので例えば、えー、慎太郎の本当の父親が実際は犯人でありませんっていうふうになると慎太郎の心が救われますで合わせて それが分かることで、南さんの何かも救われる、もしくは絶望の淵に追いやられるかもだけれども、真相を知ることで、南さんの何かが変わっていくってことはあると思いますので、いや、この辺なので非常に、あのー、南さん、真実してどうしたんだろうなって、現時点では、えー、解像度高くないですけれども解、考察としてはね。でもそこちょっと、私個人としては気になっているところでございます。はい。で、えっ、ー、と、最後は雑談ですけれども。<laughs> 私、あの、動画の中でもやったことありますけれども、大泉洋さんが真似する福山雅治さんのモノマネっていうのが、まあ面白いんですよね。だから、あの、普通に、普通の福山さんのモノマネだと、ゆうちゃん、ゆうちゃんさ、みたいな、ね、なんかうどん食べないみたいな感じ。私はちょっと似てないですけれども、それを今回、ドラマの中で、慎太郎がみなさんのモノマネをするっていうのはめちゃめちゃ面白かったですね。 別のセンサーみたいな感じで <laughs> やるんだと思ってこの辺も多分黒岩さんがこの2人が、えー、主演っていうのが分かった上で当て書きしたんだろうなっていう面白い演出というか、えー、話だったので良かったなというふうに思いました。 以上でございます。まあ、今回はその大きな方の、総論の方の、えー、考察は大きくはなかったので、まあ、シンプルな動画にはなっておりますけれども、いろいろと、あの、やっぱ南さん目的何なんだろうな、知ったところでどうなっちゃうんだろうなってところ気になりますので、その辺をこう、えー、頭の片隅に置きながらですね、単発のエピソードも来週以降も楽しんでいければと考えております。ちょっと今回動画が遅くなってしまいましたけれども、引き続き動画展開していきますので、皆様今後もご視聴のほどよろしくお願いいたします。本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。